はい、ここで、現在ですね、K1 とクラッシュ、2つベルト保持してます、江川祐希選手の、クラッシュの、タイトルについて、皆さんに、発表が、あります。さて、それではその江川祐希選手にお話をいただきたいと思います。皆様、盛大な拍手でお迎えください。さあ、また凛々しさを増しました江川祐希選手、21歳です。ご着席ください。それでは江川選手からコメントを、中村プロデューサーから、はい、コメントをいただきたいと思います。はい、江川選手、昨年の1月に、このクラッシュの、フェザー級の、タイトルを、獲得して、一度、防衛にも、成功しております。その後ですね、11月の第3代 K1 フェザー級王座決定トーナメントでも、優勝を果たして、K1 フェザー級のタイトルも、獲得しました。現在ですね、江川選手 K1 とクラッシュ2つのベルトを、保持している状況ですが、この2つベルトを保持してどちらも防衛していくということは、難しいため、K1 実行委員会と江川選手が所属するパワーオブドリームさんで協議した結果、 K1 チャンピオンとしての試合に専念していくことを決めました。そこで本日2月2日付でこのクラッシュのフェザー級のタイトルに関しては返上という形になります。ありがとうございます。江川選手からもコメントいただきたいと思います。こんにちは、パワーオブドリームの江川祐希です。本当取って1年間ちょうど1年ぐらいの間なんですけど、本当短い間でしか、本当クラッシュは本当楽しかったです。次このベルトを誰が取るのかすごい楽しみで、楽しみに待ちながら自分は K1 王者として、その次取ったチャンピオンを迎え入れるような状況で待ち続けたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは江川選手、一旦ご登壇ください。ありがとうございます。フォトセッションとさせていただきましょうか。こちらですね、ベルトを一旦返還という形にさせていただきます。次戦で18戦目となります江川祐希選手です。さらなる高みを目指すためにその第一歩と言えそうです。そしてこの動きによって K1 ワールドグランプリ以外にもクラッシュでもまた新たな新陳代謝が期待されそうです。一番奥のムービーカメラに目線をお願いいたします。よろしいですか。はい、ありがとうございます。ここで江川選手には一旦ご講談いただきます。中村プロデューサーはそのままお残りください。ありがとうございます。フェザー級ワンマッチ、赤コーナー、日本パワーオブドリーム K1 ワールドグランプリフェザー級王者江川祐希選手の登場です。盛大な拍手でお迎えください。さて、先ほどはクラッシュ王者の返上がありました。江川選手、昨年11月の王者決定トーナメントでさらなる強さを見せてくれました。さあ、最後に一番奥のムービーカメラよろしいでしょうか。よろしいですか。さて、対戦相手となります。青コーナーはアルゼンチンピカンテファイトクラブ、ファク・スアレス選手です。欠席のためパネルとの撮影となります。アルゼンチン出身のファイターがやってまいりました。ファク・スアレス選手です。こちらがプロキャリア28戦目というデータが届いています。
い、一番後ろのムービーカメラにお願いいたします。ありがとうございます。江川選手ご着席ください。これからがさらに期待される江川選手です。さてこの試合の見どころを中村プロデューサーお願いいたします。江川選手、先ほども紹介しましたが、昨年の11月に第3代フェザー級王座決定トーナメント全試合1ラウンド KO という圧倒的な強さで優勝してこのベルトを手にしました。今回このケイズフェスタ3でスーパーファイトですけども、 K1 王者としての初めての試合を迎えることになります。対戦相手はですね、アルゼンチンから K1 に参戦しますファク・スワレス選手です。このスワレス選手、南米の立ち技格闘技イベントの WGP キックボクシングというすごく南米で大きな大会があるんですけども、その大会の60キロのベルトを持っていた選手です。試合を見てもですね、パンチが主体の、かなりこうアグレッシブなファイトスタイルで、僕も映像を見たときにですね、すごく、K1 ルールに向いている、本当に面白い試合をする選手だなと、思いました。今回ですね、江川選手の相手を考えていく中で、本当に江川選手これからいろんな国の選手だったりいろんなタイプの選手とやっぱ戦っていくのがやっぱり面白いんじゃないかなと思いまして、今回はこの南米のハードパンチャーと対戦することになりました。試合もですね絶対こう噛み合うと思いますし、江川選手がねこの南米の選手と戦うっていう絵面もすごくいいなと思いますので、皆さんぜひ江川選手とチャンピオンとしての初陣にご期待ください。ありがとうございます。それでは意気込みを語っていただきますが、はじめに青コーナーファクスアレス選手からコメントが届いておりますので代読させていただきます。 K1 の舞台に立つことは子供の頃からの夢だった。江川は素晴らしい選手だが俺もたくさんの強豪と戦ってきた。江川のパンチに全てカウンターを合わせてやる。この試合は間違いなく3月22日のベストバウトになるだろう。俺は日本で K1 の歴史を塗り替える。以上、ファク・スワレス選手からのコメントでした。続きまして赤コーナー、江川選手、意気込みをよろしくお願いいたします。こんばんは、2度目の江川祐希です。初めての本当ベルト取ってからの試合なんで、本当前回よりも進化して本当進化の問われるその第一試合だと思ってるんで、今回も応援よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、江川選手への質疑応答の時間とさせていただきます。記者の皆様いかがでしょうか。どうでしょうか。挙手の上お願いいたします。今回のスアレスについて、入っている情報とかで、どういった印象を持たれますでしょうか。そうですね、本当何でもできて、本当序盤中盤終盤本当隙がない選手だと思ってます。先ほどのコメントではパンチにカウンターを合わせるっていう話がありましたけど、向こうはだいぶパンチにも自信持ってそうなパンチですかね。そうですね、構えはなんかちょっとムエタイっぽい構えなんですけど、結構パンチャーの選手で自分と噛み合う感じはしますね。でも本当カウンターにカウンターを合わせられるのが俺だと思ってるんで、打ち合ったら自分の方が勝つ自信はあります。その向こうのパワフル、体格見ててもだいぶパワーありそうなのかなみたいな雰囲気、ヨーロッパの選手、ヨーロッパというのは南米の選手ですしというイメージはありますけど、パワー対策とかに関してはどうですか。自分は全然スパーリングの時でも上の階級の選手とかとやってるんで、全然1個上のチャンピオンですけど、1個階級が上のチャンピオンですけど、自分もパワー負けはしない自信はあるんで、そこは楽しみです。ありがとうございます。さて続いてご質問ございます方、いかがでしょうか。トーナメントの時から比べてさらにこう自分がその進化した、もしくは強化したと思う部分はどういうところでしょう。まだ明確には
大きな変化ないかもしれませんですけど、技術的な面でもっといい自分を見せられたらなと思ってます。それは、なんですかね、パンチなのか蹴りなのかコンビネーションなのかというのはトータルですかね。コンビネーションを、まあ、磨いていきます。今回、K-1 の日本人チャンピオン全員出場するわけですけど、まあ、その中で自分がどういう存在感を示したいというのはありますか。やっぱり本当今回前回のトーナメントの影響ですごい注目されてると思うんで、やっぱり江川すごいんだなと思われるようなそんな試合をしたいです。ありがとうございます。さて続いてはご質問ございますでしょうか。どうでしょうか。はい、クラッシュと、K-1 のベルト2本取って、まあ、その近い階級でその武尊選手も、まあ、2本持っていた時代があったということで、まあ、それに続くような選手になっていきたいとか、今後はその K-1 で K-1 の立ち位置でいうとそのどんな、立ち位置になっていきたいみたいなものっていうのはありますでしょうか。本当武尊選手は本当自分がデビューした時から本当一番輝いていた選手なんで、本当その選手に追いつけるような追い越せるようなそんな選手に存在になりたいです。さて続いてはいかがでしょうか。どうでしょう。よろしいでしょうか。ありがとうございました。江川選手一旦、はい、ございますか、はい、よろしいですか。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、一旦ご登壇いただきたいと思います。どうもありがとうございます。フォトセッションのお時間は後ほど取らせていただきます。相手はパンチあり、隙のないファイターだという江川選手の分析もありました。しかし、カウンターにカウンターを合わせる、それが自分のスキルだという言葉も頼もしい江川選手です。